模子竜の化石岩泉町は、岩手県の中央部から東部に位置する下平郡の町。本州で最も面積の広い町である。水の透明度が高いことで有名な龍泉洞の町として知られ、観光地としてはもとより、その水がミネラルウォーターとして販売されている。町内における中心地区の水道水は龍泉洞の水であり、大川や釜、津田の集落では近くの湧水が利用されている。岩泉町は町営のバスに森と水のシンフォニーと歌われる通り各地で水が湧いており、水に恵まれた町である。1978年、町内の茂市で、日本で初めてとなる恐竜化石、模子竜が発見された。北上高地の東部に位置する。町の大半は山とそれに囲まれた盆地、谷である。東部の小本地区は太平洋に面しており、三陸地方の一部である。岩泉町は北上山地が大きく横たわる地帯であるため、山や地下にある龍泉洞などに関連した寺社も多い。沿岸部や小本川沿いの一部を除いてまとまった平地が少なく、東京特別区の面積 627.57 平方キロメートルをはるかに上回る 992.36 平方キロメートルの町域面積に対し、果樹地面積は 74.29 平方キロメートルで、わずか 7.4% に過ぎない。このため、山あい谷あいの河川沿いに集落が点在している。169人4589世帯2015年12月31日、現在2015年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、8.91% 減の9841人であり、増減率は、県下33市町村中23位。農林漁業、畜産、酪農などの第一次産業が主産業であり、肉牛の日本単各種の産地として知られる。また特産品として、松茸の全国有数の産地として知られており、東京や関西方面など各地に出荷されている。ミネラルウォーターやヨーグルトなどの食品加工業も盛んであり、岩泉ヨーグルト、龍泉洞の水、龍泉洞コーヒーなどの製品が岩手県内で広く流通しているほか、ヨーグルトは県外、首都圏の一部スーパーでも販売されている。畜産、酪農農業漁業食品、水加工木工製品レジャー町内金融機関、岩泉警察署岩泉郵便局岩泉町、立岩専中学校岩手県立岩泉高等学校三陸鉄道折安線、岩泉小本駅かつて存在した、鉄道路線岩泉駅に停車中の普通列車、三陸北縦貫道、岩泉龍泉洞インターチェンジ三陸北縦貫道、岩泉南インターチェンジ道の駅岩泉道の駅、三田街分校高速道路地域高規格道路、一般国道県道主要地方道一般県道。ありがとうございます。